まず浦和の、まあ、夏現時点での、状況はこんな感じでございます。はい、はい、はい、浦和は左のメンバーということになりまして、何か移籍とかありましたね。モーベルグさんがギリシャ行ったりだとか、そうですね、あとは松崎選手が仙台に行ったりだとか、うん、犬飼選手が柏に行ったりだとかってことが起こりました。はい、その代わり黄色の選手は宮本優太選手がベルギーから帰ってきたり、あとは、エカニットパン屋選手がタイからやってきたり、うん、そして阿部裕樹&中島翔也という楽しみ、ここがすごいですよね。うんうん、まあ、ちょっとコンディションの影響はいろいろあるかと思いますけど、なんとなく僕らがイメージしてる彼らのプレーをそのまま見せてくれるんであれば、どう考えたって浦和の攻撃力は圧倒的に増加します。うん、魅力的になる。楽しみですね。そしてもう一個言われてるのがマーさん、うん、センターフォワードやっぱり誰か来るみたいですね。あ、ヨーロッパの噂になってますね、いろいろね。そうですね。あの人じゃないかっていう名前はなんか出てたけどな。なんかね、あのデンマーク関連の、なんかちょっと聞いたことある名前ね。うん。ねえ。ちょっとミルアカタかける、はい、あの、裏木さんのところでも出したような名前の方々が戦ってたりしますね。はいはいはい。いう感じになります。うんうん、で、まあ、この浦和なんですけど、はい、まあ、1位、神戸とは勝ち点7差広がってる上に、はい、これから ACL ってものが待ち構えてますから、うん、ACL のない神戸と名古屋からしたら、ちょっと浦和とマリノスってのはちょっと苦しい展開になることもあり得そうな話ではありますよ、と。うん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 、で、ただ、ちょっとこちらもう一回順位表見ていただければなんですけど、はい、はい、戻します。あの、浦和は実はこの上位4チームの中で考えると、ディフェンス力は1位神戸と4位浦和が失点17でリーグトップなんですよ。うん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 、最も少ない。はい、ただ、その神戸と比較するんであれば、うん、得点数が神戸42なのに、浦和27なんですよね。ああ、全然違うわ。そうなんですよ。はい、ディフェンスは西川、ね、ホイブラーテン、ショルツっているので、うん、ある程度大丈夫だと思いますけど、オフェンスのとこさえもうちょっとテコ入れができるんであれば、ね、はあはあ、うん、もっと上までいけるんじゃないかっていう状態になってるので、やっぱり中島選手たち、阿部選手たちにはちょっと期待がかかることになるのかなと思います。かなっているわけですね。そうですね、はい、だここがハマればもう大丈夫と思っていいでしょうと思います。はい、はい、続いて、うん、浦和ですよ。ここはもうね、あの、ヒロキだ、ショルツだ言うのは簡単なので、はい、僕は浦和に関してはお伝えしたいのは、はい、僕と同じ名前のね、雄一選手でございます。平野雄一選手。はい、僕は彼にちょっと注目してるところ、うん、もうね、あの、序盤からで考えたらもう小泉だ、はい、秋元だってところはもうすでにもうね、うん、あの、今更ながら優秀性はなく、はい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 、もうってなってくると、うん、プラスアルファ続いては僕はもう平野選手になってくるのかなと思います。はい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 、彼がそのビルドアップの時の重要な起点役になってることが多いんですよね。なるほど。要は、なんだろう、昔でいう中村健吾、遠藤やっとさんみたいなポジションをやってるので、うん、浦和と対戦される皆さんは彼潰せなかったら勝てません。うん、ああ、そうですか。そうですね。うん、なんで、本当ね、彼から出る球出しっていうのが、よくそのスペース本当に見つけるのが上手い選手だったりするので、うんうん、あのスペースをね、自分たちのその自陣内でこう、なんか、うわー、開けちゃったみたいなことがないように。されるといいんじゃないでしょうか。なるほど、ところもあるかもしれない。いや、こう見ても豪華だね。浦和の豪華もなんかちょっと種類が違うね。すごいよね。このチーム、僕次の問題がそろそろ出てくるんじゃないかって思ってるんですよ。はいはいはい。いいじゃんこのチーム。ん？このチームめちゃくちゃいいじゃないですか。いいよ。ってなると選手もいいわけじゃないですか。いいよ。代表に呼ばれるわけですよね。うん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 。ってなると代表との両立ってこともそのうち出てくるかもしれない。なるほどね。ともするとね、これからのスケジュール。まあでもね、それで代表の活躍はね、お客さんを呼びますから、ホームゲームも、ね。さあまあさ、なんでしょう。俺そんなことになってさ、秋元選手右サイドバックとかやり始めんじゃねえかなってのもちょっと思うんですけど。彼はね、もうポジションとかの概念がないですから。概念ないですからね。うん、そうでも、いやみたいな感じやってきますからね。素晴らしいですね。